7回終わって7対3、ソフトバンクホークスがリードしています。8回まで来ました。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは4番西川。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ホークスリードで迎える8回、打ちました。セカンドが取る、アウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。打順は5番デイビー。今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。ライト方向を流しました。1、2塁間を破る、デイビー今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー1塁です。初球ボール、牽制、一塁はセーフ。インサイド変化球外れます。ボール先行です。これが3球目、打ちました。これはどうだ、ピッチャー取った。セカンド送球、二塁アウト。バッターボックス菊池、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。ゲッツー崩れでランナー残りました。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。さあ3球目は何か、よく見ています。ストライクが入りません。ここは1球見ました。これが5球目、スライダー決まります。フルカウントになっています。打ちました。ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。7対3、ソフトバンクホークスがリードしています。8回の裏に入りました。ソフトバンクホークス、打順よく1番から始まります。上林がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですよね。ホークスリードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、点差がありますんで、ここは自由に打たせるということになるでしょうか。まあ当然そうなってきますよね。ただ長打というよりは塁に出ることが優先になるとは思いますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ボールになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには2番今宮。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。バットは触れてるんで、今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。森内、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。さあどうだ、センターオーバーのヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。まずはボールから入りました。
次が2球目。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。さあそして打席にはホーキンス入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがオークス得点には至りませんでした。8回終わって7対3、ソフトバンクホークスがリードしています。里崎さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャーはかかってると思いますよ。はい、そのプレッシャーに打ち勝つことができるんでしょうか。インコース打ちました。いいや、センターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ホークス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の岡山。バッターボックスには代打の相澤。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。まあ走ってくる可能性を考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。2球目は何で来るか。低めのボール入りました。大きく外れてボールです。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。レフト入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。ホークス2点差に詰め寄られる一発を浴びました。ホークス点差を詰められます。7対5。代打に浴びた一発でした。最終回なんとか防ぎ切りたい。もちろん警戒はしていたんですが、痛恨の一発を浴びてしまいました。まあなんとか抑えたい気持ちが裏目に出ましたね。ここで2点差まで詰め寄られました。打順はトップに帰って秋山。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ホークス最終回で点差を縮められています。これが2球目。アウトロー外れます。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。センターが取りました。2アウトです。打順は3番マクホール。
先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。インコース、これは外れます。ボール先行です。打ちました。ピッチャーが取る。これで3アウト。試合終了になりました。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。ホームで迎えた交流戦の初戦、見事取りました。この流れで次もいい内容のゲームを期待したいと思います。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように交流戦初戦はホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。